味噌汁大好きな人とは大体仲良くなれるにゃーん。はい、ということで似てないにゃんちゅうからの始まりということで、皆さん投票ガチャ引きましたでしょうかということで、まあラインナップはもう見ることながらもう最強の選手ばかりですよと。で、今回ね、こちらのね、選手の中で一番左上のクリスティアノ・ロナウド選手が当たったのでね、今回紹介していこうと思います。もうめちゃめちゃ使いたかった。もう前回の FP 出なかったせいで、もうすげえ俺フラストレーション溜まりすぎて、マジでモグラとチューしたからね。今回ですね、こちらのロナウド、ガスペリーの 3CF の、ST で、使っていこうと思います。何試合か使ってみたけど、やっぱりやべえわ。シュート打ちは入る。どこでもロックオンしてますね。はい、もうね、本当に女の子に手当たり次第に、ラインをする男みたいな感じで、マジでどこからでも狙ってる系男子なんで、皆さん気をつけてください、ということで、まあ、能力値はね、もう言う必要もないかなと、皆さん有名ですよね、こちらは。で、何がいいかというと、今回こちらのラインブレイキャーが前回同様ついているということで、やはりね、こちらの抜け出すロナウドはめちゃめちゃ強いんじゃないかと。で、今回ね、こちらのロナウドでバチコリと抜け出しながらね、恐怖の攻撃をね、皆様に味わわせていこうと思うので、早速ですが、試合へ行ってみよう。はい、マッチングしていく。ということで、不調かよ、マジで、なんでなん？もうやっと、もう、さあ取ろうかと。さあ取ろうと思った試合でなんでお前不調引くの？ということで、相手が4歳12ことの推し面ですね。また前みたいなネタはもう言いたくないです。ということでやっていこう。はい、ということで、24さんということで、強しくんですね。はい、対戦よろしくお願いいたしますと。ということで、まあ、ロナウドね、数試合使ったけど、バカ得点力高いわ。ということで、キッキングオフされていくわ。もうね、本当に、マジで、何試合か使ってみた感想は、もうめっちゃ決めるなって。で、これ俺のさ、すげえド偏見なんだけどさ、なんかそういうさ、FP で来たキャラとかさ、まあ、今週のそのアイコニックガチャで出るさ、アイコニックの選手って、待って待って！はぁ？お前もう逆からの逆じゃん、今のは。お前ふざけんなよ、マジで。メインジオンの時にこの速攻で開幕決められるのさ、ほんとしけるんだけど、せんべいしけたら美味しくねえだろ？ここ落ち着いていきますよと。はい、もう、開幕行く流れだったじゃん、今の。はい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 。ここの後ろで見る。もう後ろからこう見守る。あ、パパですね、完全に。あ、後ろからね、子供を見守るパパのように。こういうことなんですよと。素晴らしい。出てないの？いいよ、でも。出ない方が良かったね、今の。ここで、ちょっとミドル狙わないでくださいかな。ミドル狙ってくれないでありますかな。ちょ、もういいよ。じっくりとお前、攻めるな、お前。誰がシチュー作れっつったお前、じっくりことこと。まあ、やめてって、もう、ぶな、マジで。もうめちゃめちゃ偏見なんだけどさ、なんか、その IM だったりさ、まあ、FP とか、なんか強くね、あの選手たち、使うと、なんか、習慣。今週出てるガチャの選手めちゃめちゃ強い気がするんだよね。これ俺だけかな、感じるの。まあね、なんか俺だけじゃなければ、米、来た来た来た、中に落ち着いて、これ決めるんですよね、もう、なんかね、イエーイとかワーイとか言わない。ロナウドね、この位置からね、こう、どこの角度でも決まるから、もう本当に決まっても、イエーイイエーイワーイとかね、もうガキみたいなことしません。もうなんだろうね、もう決まっ当然なんですよ、もう完全に。もうロナウドだけは期待していい。もうなんかよく期待しちゃいけない人間とかいるけど、もうこいつだけはマジで期待していいわ。うん、もう本当に、もう役職、もう2段階ぐらい上がっちゃいますよと。走って、強いですね、と。寄せつけません、もう岩です。体が岩でできてます。はい、はい、わーい！やったー！声がカスカスよ。見た？本当に。マジ止まんねえんだけど、ロナウドが。どうしよう。マジで、イノシシ。イノシシ、本物のイノシシってこういうことなんだと。はい、ここで。はい、もう落ち着いたこのパスワークを奪いすぎ、ワロタ。ほらほら、見てくださいよ。こういうことなんですよ。サムネの通りっすよ、これ。マジで投げ、もう30分ぐらい待ってる、リアルで。リアルで30分は経ってる、これ、完全に。もう、本当に。やめてください。はい、ということで、やっと、あなたの勝ちです。あなたの番ですじゃないですよ。あなたの勝ちですよ。見れました、ということで。今回ね、ロナウドを使ってみたんですが、マジで強い。皆さんね、当てた方はね、使ってみてください。ということで、コメントもね、皆さんで、ね、お待ちしてるんで、ぜひ次回でお会いしましょう。バイバイ。